どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということでドラゴンクエスト4実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ねですね、ちょっとお金貯めましたよお金が貯めづらい、なんだろう、ものすごい3章のせいかしらなんかちょっとねあれなんだけど、でドラゴンキラー、なんだっけ、ビバリーヒルズだったっけ、どこだったっけな、いやロザリーヒルか日しか合ってねえんじゃねえかリも合ってたか。で、あそこ行ってね、道具で青さんドラゴンキラー見る、今んとこ最強装備をちょっとどうにかしてみる。ドラゴンキラーね、ライアンで、でアリーナなんだけど、多分元の攻撃力が高いんだろうね。だからキラーピアスちょっと変わってみて、これキラーピアス自体が5ぐらいしか攻撃力多分ない、上がらないんだけど、アリーナ自体が60しか与えなかったダメージがキラーピアスだと40ぐらい出るから、ちょっと20ぐらい強いんだよね。だもうちょっとから、そう考えるとこっちの方がいいのかなっていうことで、トルネコがお金貸し機がここの外出たところでやってたんだけど、トルネコがいるとなんかね、なんかお金を落としやすくなるのかなみたいなことを聞いたので、うん、まあ間違ったらごめんなさいさあということで、今回はね、だから、まあ、何をしたいかっていうと、まず北の方に行くのはもうちょっと分かってるじゃん、名前なんだったか分かって忘れちゃったんだけど、世界地図で見たらいいのかな、でなんだけど、でだからそれの前に魔法の鍵取ったじゃん。で魔法の鍵って基本的に、ちょっと待って、今なんかあれ、あんなとこに人いたっけな。魔法の鍵だけ、あのお城のさ宝箱って取れるじゃん。そうね、ドラクエ1,2,3もほぼほぼなんだけど、あそこにさロトの印とかいっぱいあったから、ちょっと一回今回のパートは北に行く前に、なんか言ってるね、私は新人マローニです。まこれ夜じゃないと、もう死んでしまったさ、あ死んでしまったのか、あ死んじゃったの確定なんだ。やめてもらうのに、サントリーガイブの人はきっとどこかで生きている、あ生きてんのか、これちょっと注目だね、一大イベントの一つだね、生きてるかどうかっていうのは。なのでちょっと城の金庫を破りに行きましょうまあロトの剣とかいろいろあったじゃないですか、いろいろ今まで、まあ、ロトの剣じゃねえわ、ロトの印だなんだなんだかんだいっぱいあったんで、まずはでもここはもうないかな、あんのかな、どこだ、あ違うか、上行けるのか、はい平井、あーこれは違う、これ盗賊の鍵だわ、金色の部屋、ここはないのか、ここはないのか、あれなかったっけ、金色の部屋ないパティンですか、こっちはないのか、なかったらちょっと一個一個、あった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 、あーやばい、なんか食らっとる、ダメージ食らった、ここで呪文が、ちょっと待って誰もダメだ、よしどれぐらい食らってんだこれやばい、結構食らってる、これはしばらくの間殺しもし、あまたまた普通に調べた、オッケー、あやかしの笛、あ音がなんかちょっと、音がなんかちょっと、何ですか、マグマの杖、また音がこの音がするってことは大事なアイテムってことか、ちょっと覚えとこう、これなんだ、不思議なもの、魔力を秘めた笛、なんだろう、これまたあれかな、吹いたらオーブの場所とか教えてくれる、いやオーブがないあるかどうか分かんないけど、マグマの杖、ちょっと音がする装備はやばいね毎回なんかあるよね、ちょっと覚えとこう、ちょホイミ、ベホイミかけてくれよ誰かログの流れ方よ、バグったんかなんかっていつも思うよ。で待った、ちょっと待った、あ敵まだ出るじゃん、あ出んのか、やばい、回復するやつが誰も一人もいない、究極の脳筋パーティーみたいになってる、強いでしょ、アリーナ先制攻撃でほら結構いいダメージ出るんだよね、ちょっとね当分だから鉄の爪、いや今ね鉄の爪しかないわけですよアリーナさん3章の装備しかなかったから、だからあれなんだけど、もしかしたら、あなんかちょっと今のはなんだろう、笛はなんだろう、ちょっと使ってみるか、さあ263ゴールド、いやお金稼ぎきついね
さ調べた。なんだ、力の種ゲット。よし逃げるよ。よし逃げろ。ちょっと回復できるに仲間がい、あのいなかった。あのでかるんじゃない、あのなんかダメージ食らわないやつできるやつがいなかった。これがちょっと待った、道具一回使ってみるか。吹けました。どこで使うんだこれ。ヒントないよね。ないよ。あった、ないよね。なんかどっかで吹けってことか。いやこれの、いやどっか言ってたかな。マグマなんですよ、マグマなんですよ、関係ないよね。これは道具で使う。でも音がしたからな。あっちはじいさんところ、これでもうここはないか。さあということで次のお城どこか。最男、ほらでいたっけ。強いでしょアリーナ。トルネコが、トルネコがあれなんだね。トルネコってなんかやってみて分かったんだけど、なんか勝手な行動すんだねこの子ね。ほんとなんかいろいろやるんだよね他でも。さあでもって次どこだ。次どこだったっけな。あってもキングレオ、キングレオどっかあったっけ。モンバーンある。サントハイム、サントハイムここだもんね。エンドール行ってみようか。城って言ったらあとエンドールと、ああと右の方の上にさいたじゃん。さあまずはちょっと今んとこ、まあさあ来ましたよと。さあお城のちょっと探してみるか。あ、なんかあれどうした。この家に入ってくるとは確かに 見つけた以上黙ってわけにいかぬ。さあさあ立ち、あれこれさってことはこれ見つからないようになんかしろってこと。あったな、あったなんかあった。あれどっちから行くんだあれ。あそこどこから行くんでしょうか。あれどっから行くんでしょう。でもなここら辺もな、太陽の石、ドラケ3太陽の石、ここなんか台所にあったじゃん。台所にあったからな。あそこどうやって行くんだ。ほらあるでしょ、ほら階段からだ。あ、なんかあった、なんか見つけた。ありました。あったとは言わないけど、なんだあれ。階段あった、これか、ここか、これか。危ない。よし見つけたぞ。これ絶対わかんないじゃん。あった。さあなんだこれ、命なんだよ。もう15分ぐらい探してたんだが。これだけかい。じゃあ2階はどう行くんだ。え、2階がわかんない。あった、扉があった、扉だ。ちょっと道具使ってみよう。そういなかったもん、さっきあそこいなかったよね、夜だとね。だから静かに行けってことか。いるな、これ見えなかったわ。あ、いるけど行けんのかな。王様怒られない。網タイツ出ました。網タイツなんかいいことあんのかな。ピンクレオタード。これ王様のなんか趣味かなんなの。こんな早く姫が結婚すると思わなかったわ。だってどういうこと、これ、これ装備したらあれなのかな、なんだっけ。いつものさ、いつものやつあるじゃん。さあ羽の、なんだ羽の星か。にゃー、全然でした。でまだ網タイツはじゃあ何に装備するんだろうね。ピンクのレオタード、勇者がピンクのレオタードも捕まるぞこれ。とってもセクシーなストッキングだって。ちょっと渡してみよう。アリーナ、あでも守備力結構上がるね。あすごい、守備力めちゃくちゃ上がるじゃん。ピンクのレオタードは渡す。アリーナ、あめちゃめちゃ、あ侮れない。あ全然いいじゃん。やった、格好は変わりません。格好は変わりません。変わりませんでした。あなんかあった。あここか、次これだ。鍵開いたぞ。あなんかいる。
なんかあった。なんだこれ。さあ、売り出された、あ、黄金の指輪を言ってたな。魔物たちに奪われたとか。何、牛売り出されてたんかい。そんな大事なもん、そんな大事なもん売り出されてたんかい。でもあんなもの盗んでどうする。さあ、なんか言ってたよね。だー、ちょっと取り返したいな。ここはいろいろ珍しいものが売ってると聞いたが。はい、防具屋だって。どんなになされますか。三河城、あ、はぐれメタルの鎧だ。めちゃめちゃ高い。3万5000もすんじゃん。いや、マジか。あ、全員装備、いや、3万5000円だって。これもしかしてこのゲームそろそろ終盤。これさあ、はぐれメタル、はぐれメタル装備っていうのは初めてここで出てきたってこと。いや、刃の鎧もある。刃の鎧ってなんだっけ、攻撃跳ね返すんじゃなかったっけ。ライアン、いやー、クリフトもミネアも、うわ、ミネア装備できんじゃん。うわ、これ欲しいな。3着、うわ、9万、いや、10万5000か。うわ、たっけちょっと、いや、高いな。いや、これ、いや、まあ、いっか。いや、貯めるよ、頑張って貯めるわ。マジか。ってことは、これ他の町にも。あの宝箱はどこから行くんですか。なんかどっか下から、どこだ、下から来てたね。なんだあの宝箱なんかいっぱいあるね。どこですか、調べるのか。はい、ということで、ちょっと見た、無理だ、ギブアップ、もう30分ぐらいやってる。どこだろう、なんかどこからか来るんだよね、多分。なんかどっかだと思うんだけど、昼なってもな、上、なんかあれなのかな、上、ほら、あるから。なんか、飛んでいける、ほら、衣装のさ、ライアン持ってたじゃん、ライアン。ライアンが持ってたなんか変な飛ぶ靴みたいなあったじゃん。もうちょっと分かった。もういいや。ちょっと一旦やめる。ここちょっと置いとこう。ちょっともう、ここ来てからもう45分ぐらいトータルか。もうすげえ、またここ、いやもういいや。んで、あとどこだっけ？ちょっとまた来よう。進まねえ。あれ、なんだあれ。コナエミントス。どっかあったっけな。ネイル、ソレッタ、キングレオンのところは全部もう行ったもんね。ババリア、モンバーバラ、ちょっと進めていこっかやれー、ちょっとぐるぐる回してあんまやって、これ以上やっちゃうと僕酔っちゃうんですよでドラクエの7かなぐらいを僕やったことあるって言ったと思うんですけど、あれも序盤でこうぐる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 回してて、僕気持ち悪くて7やめちゃったんで、これ以上やってるとちょっとおらおら、ボケ、なんか来た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 、あれの、え、あそこなんだろう、どこだ、なんかアイテムじゃないの、アイテム、いや、どうだろうな。ホフマン、エンドールのあそこどこだ教えてくれよ。せっかくシスターに来てもらったお迎え、教会ないと情けない、こうした入れん、一刻も早く教会を建てる人誰だと、教会を建てれる人、教会を建てれる人はどこにいる。ちょっと少しも進めよっかな。ちょっと世界地図見せて。さあ、んで北の方どこだ、北って、どっち行ったらいいんだ。左の上のところに変な大陸あるな。まだ右の下の方も行ってないし、とにかく北、いや、わかった、左の上の方にもあるね。まだ行ってないとこあるんで、まだ上のところのちょっと大陸でも少し見に行こう。あったけど、いけた、いけた、こっちだ。見て、もう完全に海歩いてんだけどここはなんだ、何の町だ。サイだ、サイ男が現れた。あ、ここかもしれない、さっきの町のとこで同じ敵が出たから。だいたい次新しく行くとこって同じぐらいのこと多いでしょ。さあ、73ゴールド、よっしゃ、ここの町行けた。もう、うわ、すげえ、海の、さあ、なんだ、グゴーグゴー、これ夜なのかな、今、ちょっと待った、夜、これ夜、今夜か、夜だから、じいちゃんにちょっと ルナラナルーター、ラナタールさあ、夜寝てる。さあ、なんて町ですか、お姉さん。スタンシアラ、スタンシアラだったよね、多分、違ったっけ。なんか川、どういうこと、
どうやって、やっぱあれなんじゃない、ちょっと、いや違うな、やっぱなんか飛べるアイテムとか出てくんじゃない、なあ違うか、まあいいや、全部ちょっと一回話しよう。さあオッケーと、こんにちは旅の呼び、いやオッケー、間違えた、そりゃそうだ、そりゃ宿屋で話しかけたら泊まってくれって言われるわ。ちょっとまだあの45分で探す、天空の兜を探してここまで、さあなんか天空の兜だって、あれ初めてじゃない、え出た、キーワード出てないよね、噂でここの王様がも、さあ来ました、はい、それですね、僕にしたら、みなしさんにしたらだよって言うと思うんですけど、僕にしたらすごい発見で、ドラクエ4から天空シリーズがあるってことだね。だからね、話しかけないでくれ、俺っちは夜型なんだって、これ夜来いってことか、なんか教えてくれんのかな、ちょっと夜にしてみようか、また一回待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかちょっと、さあイカダで王様のなんかお触れがどうちゃらこうちゃら言ったね、あこうなってんのかここ、あーすいいじゃん、いいじゃん、なかなか楽しいね、話す、イカダに乗るぐらいなら泳いで移動した方が早いわ、あー違う、またなんか言ってる、アリーナにちょっとダメ出し食らっちった。さあ防具屋さんって何、まさかいいの売ってる、売ってん、ドラゴンオッケーだね、一緒だね、一緒だよね、いやーやっぱちょっとあのはぐれハグメタル1個装備してると断然変わっていきそうだね。はい。これ武器屋かわかんねえよ。武器屋わかんない。覇者の剣、履力の杖持ってます。クリフト、あれ俺誰が装備させてたっけ、あ、ミネアに装備させてたのか。いやー、ちょっとハグレのあの、いやー、欲しいな。ハグレメタルの剣とか出てくるってことじゃあ。すごいな。お触れです。モンバーバ、ん？何？王様のお触れのせいでモンバーバラ並みにお笑い芸人が集まってくる街になりそうですな。だってモンバーバの、の、街のお笑い芸人。あ、ん？なんかいたな、そういえば。モンバーバラにすらお笑い芸人いたな。なんか夜になったらどうこうってやつだったっけ？ほい。うちの家帰ってくるまで仕事のしなきゃいけないんだよ。どうちゃらこうちゃらと言ってるね。さ、王様、お触れ。王様のまずお触れ。おなんか笑わせろみたいなことだから、小さなメダルを手に入れた。いまだにさ、まださあれなんだよね、ないんだよね、そうそうそう、見てないのよまだ、あのなんだっけ、メタルのさ交換するところ、今回イード全然関係ないじゃん、いやいや、イードは3だけだったか、イード何にもないんだけどな。でこっちはなんか入れるね、入れるとこがある、いいね、こういうの面白いね。さあなんか入ります。さあバニーちゃんがいる、夜からなのよごめんね、だって夜も来ないと、さっきの人がほらなんかいたじゃん、夜にない、ならないとどうやこうやって言ったから、夜に行ってもさ、なんかこっちになんかカップルいたな、なんか情報送れ、水面に映る君の顔、人のデートの邪魔をしないでよ、だってはい、歌バカ歌ってるんだもん、あーさあじいさん、じいさん、そうそうそう、じいさんなんか情報くれ。さあ古くから天空の城にまつわる、さあ来ました、天空の城にまつわる、いいっつったけど、いや面白い、超面白いな超面白いじゃん、詳しい内容はお城の、お城の学者にでも聞いてくれ、だって。さあ天空の城があるのってことだよね、あんのかな、ほんと天空いつか上がっていく、飛んでいくってこと。さあ来ました、はい、お城です、来ました。まずは、まあ、こっちに来いって、これなんでこっちに来たって、これさあ学者この人かな、聞いてやってきたのか、はい、大笑いさせたものはどんな褒美も思いのままじゃ、だって大笑いしたものは褒美がどうやこう、力の種、そうだね、やっぱ壺も割っていかなきゃダメだね、あれ壺から種って出たっけ、今まで出たか。さあここすげえな、面白いな、ここあ、なんかちょっと待って、いた、おったぞおったぞおったぞ、こういうやつがなんかヒントをよこすんだろう、どうせこの人守るのが入って、これ見張っている、だって昔に比べ、ま、み、え、魔物どもは賢くなってきたら我々油断できるな、だって最強。さあ上にいますね、こっちから。さあ入りましたよ、小さい行く、よく母親に聞かされたっけ、雲の上に、いや、やっぱあるんだ、行くのかなちょっと、もし本当に天空の城が竜の神様がいるんだったら、誰かが頼みに行けばいいのよ。なるほどね、誰かがね頼みは俺が行くのか、これ楽しみだな。さあ小さなメダルゲッター、さあってだ、どこに今回は
小さなメダル交換できる場所があるのか。はいと聞いたかい。南の半島魔物に奪われたって話。そう、いや、なんとかやってきた、なんとか俺が倒してきた。王様何もかも忘れて笑いたくなる気持ちもわかるよ。だってな、笑かせろ笑かせろばっか言ってんな。魔法の聖水を手に入れた。何、笑わせないとダメなの。さあこっち来て、さあ女戦士がいました、ドエロイ。さあ武器は僕でどうしてこんなに重たいの。だってなんか言ってます。こっち関係ありません。天空の城いつぐらいに出てくんの。そろそろ出てくる。いやでも世界そんなまだ回ってないんだよね。あのバッテンのとことかまだ行ってないじゃん。あ、なんなんだっていう感じだね、あれね。さあ旅の祠、そうだ旅の祠あったじゃん、あれね。あの開けられないとこあったよね。さあ上に行くのか。はい、立ち寄った街にとても面白い芸人が来てたんだ。パノンっていう、あれパノン、あれパノンってあそこのなんだっけ、どこだったっけな。きっと王様を笑わせるら今どこにいるんだろう。あれあれパロンじゃなかったっけ。ルーラでモンバーラいたよね。ちょっと待った、いいや。さあ鋼の、鋼の、あ、いや鋼じゃない、はい、あのさあなんかここにあるはぐれメタルの剣出てくるのかな。待ってごめん。さあ王様魔物たちに現れてからこの国の人々も気持ちも暗く沈んでしまった。だから王様が、あ、笑い者なんだ、覚悟でやって。いい王様だね、いい王様だね。さあ下に行くのか行けないのか。さあ学者いた、いたぞこいつだろ。さあこの国振り傷が使える天空の城の祭りを言い伝えこと。さあ楽しみ、何を、新事実が欲しいな。天空の鎧、兜、盾、うわー来た、天空の剣を得たものは。さあ来ました。さあ分かったことが一つです。天空シリーズをここから集めろってことね。そういうことでございますか。なるほどなるほど、面白くなってきましたね。天空、いや合ってんのかな、まあ言われた通りだよね。天空シリーズってことか。天空の、あ、兜だけなのか。だからここで兜を取れってこと。さあ本棚を調べた。天空シリーズを砂浜に流れ着いた子は背中にひどい怪我を負っていた。私の、ん？私は男を連れ去った。あ、あれのことかな？これお父さんのことかな？手がけ、手当ての甲斐がある男は命を、背中の怪我も回復した。アルバン、なんと私の前に、ん？男の背中に傷跡から白い翼が生えた。あ、違うよね。天女が降ってきたの、天女が降ってきて、木こりと結婚したって言ったのが、言ってたから、それが、この青さんの可能性があるね。あ、白く輝く兜を残し、なんかあるな。たださ、これさ、あのさ、なんだっけ、天空シリーズだからさ、これ時系列4ってどこなんだろうこれなんかいろいろ出てくんじゃないの。ちょっとはなんか関係する話とか出てくんじゃないのね。そうだよね、あるよね。だって3とかそうだったじゃん結局。さあネタは秘密なので盗まないでね。だって王様を終わらせることができればどんな褒美も思いのまま頑張りたまえよ。だってちょっと王様、ちょっと王様と話させてくれ王様。あ、オッケーオッケー。これ1抜けたみたいな感じ、待っとけってことこれ。待っとくんかい。王様と話してどうすんだ、笑わせられるのか。さあ聞いてみよう。はい、よくぞ法王さんと申すのか、わしのお触れは知っておろう。さあわしを笑わせてくれ。だって思いのつく限りのジャンキャグを言った、さぞかし寒く受けなかった、寒いんだろうな。電話をして参れ。だってこれあれなのかな、さっきからさ、なんかパロンパロンってずっと言ってんじゃん。だあそこ出して王様に何を考えているんでしょう。姫様が心配、あ、姫様ね、なんか言ってるね。王様、お父様にお父様の考えがあると思う。でもだってなんでなんだろう。ってことはちょっと一回これあれなのかな。しかし何もないって、ちょっとモンバーバラ行きましょう。モンバーバラ、パロンパロン、いやあのさっきなんだっけな、この動画の2個前かなんかにさ、なんかいたじゃんあいつ、なんか面白いゲイ脱者が来てますぜみたいななんかあったじゃん。あれのこ、あれの、あいつが確かパロンだったような気がするんだよね。よし、ちょっとさ、ちょっと行ってみましょう。ここからだったらルーラーで行けるかな、多分そうだったと思うんだよね。いけたいけたいけた、あいつだったよね。
なんだっけ、夜にしなきゃいけなかったんだっけ。夜にすると会えるんだっけ、見れるんだっけ。夜にして、闇のランプで夜にして、夜にするとなんか見えるんだか見えないんだか。でも喋れなかったよね。あ、なんかいるね。サント、あ、わじゃあね、本当の、あ、いたいたいた、あ、いたよいたよあいつら、あいつあいつ、三章に出てきたやつ。みんなとはぐれちゃって困ってたところなんで世界中探したんだけどどこにも見つかる。あ、どうしましょう。あ、マジだ、この子が、この子を一人発見発見した、いたよいたよ。さあ、その前にこいつだよね、なんか言ってんのね、こいつの名前だったよね。何にもないよね。あれ、パロンだ、やっぱパロンだ、パロンだよね。また来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 た、何もできない。裏から回れんのかな、あれ。どうやって喋、いや違うのかな。でパロンでしょ、だパロンパロン言ってるから。ちょっと横にさ、いるよね。あ、いない。日中か、踊り子さんが出番が減って悲しい限りだ。なんかちょっとオタクさんが踊り子だる。で今日も仕事、事実になったら出番がある。ないですよね。こっちから行くのかな、ちょっともっと違うのかな。さあ、こっち一緒だ。ちょっと昼もう一回来てみよう。昼どっかなんかある。あ、なんかあった、後ろもあんのか。あ、この私をついてきてもらえないか。あ、やっぱそうだ、合ってた。あなた方の旅に必要な天空の兜の、あ、なるほど。いや、なんかちょっとそんな感じのこと、何も言って天空の兜が必要だって、なんかそういう話あった。いや、あったけどさそんなことになってんのね。で、兜を手に入れるには私の芸が必要だったということは、もしやあなた方天空の城へ、いや、おっしゃらなくても結構です。わかりました。これあれだね、ゴリアテパティーンだねゴリアテ、ゴリアテだね。これサーカス団じゃないの、違うか、サーカス団じゃないのか。パロンが仲間に加わった。マラ仲間が、これ一時的なあれなのかな。なんだ、裏にあったのか。さあ、行きます、借ります。ゴリアテだ、ゴリアテゴリアテさんが、ゴリアテさん扱いだよね。もうゴリアテさん別に笑かすって感じじゃなかったか。さあ、絹のローブ行きましょう。これ最初から来れたんだな。じゃあここあったんだね、知らなかったわ。さあ、戻ってまいりましたということでこれでいいのかな、笑かしてくれんのかな本当に。あ、まあ、後ろに並んではないのね、一応礼してるってことか。さあ、笑わしてくれたら、やっぱなんだろうね、やっぱこう123とかちょっと違って、やっぱストーリーがちょっとなんかこう分かり、なんかストーリーが出てきた感じがあるよね、やっぱね。さあ、よくぞ来た、ほほパロンと申すか、わしのお触れを知っておろう。さあ、わしを笑わしてくれだって。さあ、お言葉ですが王様、残念なら私には王様を、どうしたパロン、どうした、どういうことだ。私を連れてきた子供たちならきっと王様を笑わせることができる。どういうこと、さっき無理だったってドン引きしてたよ多分、さっきの天空の兜をお与えくださいだって。世界を救い、人々が心から笑える日を取り戻してくれるでしょう。笑わすんじゃなくて、ちょっとトンチの効いた感じになったってこと。よくぞわしの心を見抜いた。あ、だからあなたたちがどうこうって言ってたから、なんかこうなることを分かってたってこと。この明るくせんがため、芸人たちを呼ぶことで少しもこの国を明るくしようと思ったのだが、希望を失った人々を明るさを取り戻すことはできぬ。あ、分かった、その希望そなたたちに託そうということで受け取ってきた。アリーナかいあ、アリーナしか空きがなかったのかアリーナかい。あ、来た、来ましたよ。また道具。さあ、青さん、青さんじゃないよ、アリーナ。すわ、天空の兜来た。できたらな、見た目変えてほしかったな。あれ、鉄仮面と大して変わらんけど、なんかあるかもしれない、もしかしたら。なんか隠れなんとかとかさ。小さなメダルいらいません、はいと。変わってくんないかな、変わってくれません。さあ、ということで、よっしゃ、ちょ待って、整理してしよう、整理、道具の整理。あ、全員でやったらいいんだね、よし、入れます。さあ、ということで、ですね、もう結構もう1時間
半ぐらいやってるのかな。ということで今回はこの辺で終わりたいなと思います。いやということで、ね、ちょっと分かったことが、天空シリーズを集めます。まず集めますで盾あったよね、鎧が、いやちまった、鎧ってもしかしてあそこかな、あそこキラキラ光ってたじゃん、あれかな鎧って。でただ今のところこれ今からもうヒントがなくなったんだよね。でこの街の人のなんか夜寝てたやつとかいるんで、まあちょっと次のパートも少し手探りパートになるのかなということで、まあとにかく分かったことは、天空シリーズを集めたら天空の城に行けるっていう、もう胸圧展開、いやもうね一気に終わらせたということで皆さんバイバイ。